ホーム最終戦、勝利で飾ることができなかったのは、キャプテンとしてまだまだ未熟である、チームもまだまだ未熟であると、ひしひしと感じております。まだ1試合残っていて、プレーオフ目指せる位置にいるので、応援よろしくお願いします。去年に比べて非常に飛躍しているとは自分も感じているし、チームのみんなも感じているとは思うんですが、まだまだ自分たちには不思議なところが多いと思います。ヴェルディに関わる皆さんと一致団結して J1 を目指してこれからも頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして監督富樫浩一よりご挨拶申し上げます。富樫監督、よろしくお願いいたします。本当に感謝しても、しきれません。ですから我々は今日の勝ち点1をこの後のゲームの結果次第ですけれども、次のゲーム、そしてプレーオフに向けて自分たちの感謝の気持ちを残りの3試合プレーで表せられるようもう一度努力していきます。なのでサポーターの皆さん、あるいはベルディに携わっている皆さん、ぜひ残り1試合プレーオフに向けて戦えるよう応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして東京都1969フットボールクラブ株式会社代表取締役社長羽生秀樹よりご挨拶申し上げます。羽生社長、よろしくお願いいたします。皆さん、1年間本当に熱い声援をありがとうございました。ヴェルディを取り巻く全てのステークホルダーの方々に感謝したいと思います。昨年からヴェルディはアカデミーの選手中心で戦うという強い意志を持って、今年は難しいシーズンではありましたけれども立て直しができたというふうに思っています。これからも強い信念を持って触れることなく、この方針を曲げることなく貫いていきたいと思います。今年もまだ我々にはチャンスがあります。来週とその次の週も試合ができるように、私たち全ての人間が最後まで努力を続けたいというふうに思います。ぜひ最後まで皆さんの力を結集していただきたいというふうに思います。この先も苦しいこと嬉しいことたくさんいろんなことがあると思いますが、ぜひみんなで手を携えて J1 に復帰して、我々がいなければいけない場所に一緒に参りましょう。